皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは教室集客の目線から見る集客力アップのコツとマーケティング力を磨く技について検証してみるというお話になります。若干ですね、ちょっとウェブマーケティングっていう部分も入ってくるので少し教室の先生には馴染みが深くないマーケティングっていう言葉が入ってきてるので、そこの内容も少し解説していく話が入ってくるので難しげに聞こえるかもしれませんが、なるべく分かりやすくお話しする予定です。そして、この内容が分かってないとですね、やはり、SNS でいくら頑張ってもですね、単体の動きをしたとしてもうまくいかないケースが多いので、結局集客の悩みからは解放されないということになるので、それを今日はちょっと詳しく解説していきたいなと思いますので、主に集客の話がテーマになるのが今日のテーマです。はい、それでは本題に入っていきたいと思います。まずですね、集客っていうのがですね、集める客というふうに定義しているようなケースとかも多いんですけれども、私の中では集まるお客様だから集まる客ですね。だから自然と引き寄せされて集まってくるっていう、そういうイメージがあるんですよね。だからその考え方が、どういうことなのかっていう部分で言うとですね、新規顧客が増えていくこと、これをもちろん集客というふうに考えている先生多いですし、もちろんそれは全然間違ってないんですよ。新規が増えていくっていうことで、ただしその中にはですね、当然、旧顧客ですね、もともといらっしゃった生徒さんとかが、ずっといる前提で、ここを上乗せしていくっていう考え方をすると、新規顧客獲得っていうことを頑張っていくっていうのはもちろん必要なんですけれども、その時にこの中の一定数が減っていくっていうことも当然計算に入れなくてはいけなくてですね、よくあるお話が、例えば長年通ってくれてた団体っていうか、みんなで仲良しで10人とか6人とかでごそっと通ってた方が、誰かが抜けるきっかけタイミングでごそっといなくなるとかですね、それはもう自分でコントロールできないんですよね。でそういう状態で急に困ったっていう先生とか、紹介でずっとやってきてるタイプの先生に多いようなケースですね。要はその人たちはいるだろう前提でこちらを頑張ることになるので、いるっていうことが全て、確約できてるものではないので、当然血液循環的に人が入れ替わっていくっていうのはありですし、ある一定の人数は減っていくっていう状態に上乗せしていくから、それをさらに事業業績を伸ばすのであれば、こちらもフォローアップをしながらやめないように、ないしは続けてくれる、魅力的な内容を提供し続けることによってここを維持し上を積み上げるっていうことがあるので、よくあるケースが、だからあまりこう口座に手を入れてなかったりとか、ここの顧客層、もともといらっしゃる方が来るのが当たり前みたいになっちゃってるような方とかが、割とこう急にそこがタイミングがまた合っちゃうんですよね。いなくなるタイミングが、いろんな事情と理由です。4月とか3月結構多いんですけどね、ご主人の転勤になりました、こちらには通えません、生活時間帯が変わり、子供が小学校から中学校になる、このタイミングでいろいろ見てあげなくちゃいけないので、もう通えなくなりました、なんかね、タイミングが合う時っていうのがあるんですよ。それが3月とか、あと1月ですね、12月のところ、ここでごそっと何かの事情でいなくなる、傾向がある、顧客を持ってる場合には、そこでいきなりドンと減るようなケースとかがある先生もいます。ですので、その一定数は減ることは予測はしなきゃいけないんだけれども、それ以上に、普通に減っていくっていうことがどれぐらい留めてられるかっていうのも、新規獲得と同時に考えていかないとですね、全体母数が保てないっていうことになるんですね。
要はお客様っていうのはいつでも選択肢がある状態になっているので、あなたの教室でなくても大丈夫っていうふうに思われる場合があります。だからそれが例えば、キャラクター的にもう先生が好きだからっていう状態になっていれば、それはどんな似たような業種業態とかであっても確固たる状態を保つことはできるんですけど、通常は何か技術を習いに来てるということであれば、似たような技術を安く提供してくれる先生がいればそちらにも行けますし、新しいことをやっている教室があれば、そちらにも行くということになるので、それぐらい顧客っていうのは、移ろうものだっていうのを、最初から理解してる方がいいですね。だから私はもちろん長くお付き合いできるのはいい、嬉しいとは思います。だけれども、離れていく方がいらっしゃる時に、ことさらに執着はなるべくしないようにしているんですね。執着をすると、自分が残念な気持ちになるからです。あんなにしてきたのに、なんであの人は辞めるんだろうとか、思ったことはないんですけど、そういうお話をする先生とかもいらっしゃるので、この生徒さんは辞めるなんて思ってなかったのにとか、そういう方に限ってその人のブログとかを追いかけてしまうんですけど、私のところを辞めたのになんとか先生のところに新しく通ってるとかね、そういうのを探すだけでも疲れるじゃないですか。だから基本執着はしないということは、自分が引きつける磁力があれば当然いいわけで、去っていく方は、ご卒業の時期っていうふうに思うっていうのは、以前違うところでもお話をしたことがあるんですが、そもそも集客っていうのを英訳すると、アトラクトカスタマーっていうふうに英訳されるので、要は魅力があって引きつける、アトラクトカスタマーなんですよね。だから魅力がなくてはいけない。だからディズニーランドなんかはいい例だと思いますね。あそこは常に集客し続けるためにアトラクションの手入れをよくやってるじゃないですか、周期的にお金を投下して。だからそれを果たしてご自身がやられてるかっていうのも、集客がうまくいってないっていう時にはチェックするポイントでもあったりします。ですので集客っていうのは、実はただ単に集めるというその短絡的な話とかではなく、お客様を、アトラクトだから魅力を持って引きつける、その一連の施策とか、どういうことをやっていくかとか、あと行動とかっていうのを、集客という言葉で表すっていうことになるので、単なる集めるじゃなくてですね、魅力で引き寄せるっていうことが集客の定義の部分ではどうしても必要になってくるっていうことなんですね。例えば整体院とかとても分かりやすいので、整体院を例に出しますけれども、腰痛で悩む人がいたとするしますよね。でその人がその悩みをどうにかしたい、腰痛を改善したいっていうふうに考える選択肢は何個あるかっていう話なんですけどね。何個あると思いますか？私もたまにぎっくり腰とかやるんで、私は自分の行きつけの整体院とかにもよく行きますけど、整体院、接骨院、鍼灸院、これが全部一緒くたになってるとこもありますよ。あとマッサージ商品ですね、グッズとかもあるじゃないですか。うちにもその足もみ腰もみみたいなのもありますけどね。あとは温泉とか、療養施設とか、あとは手っ取り早いとこでその原因が分かってて、今とりあえず炎症を抑えたいっていうと湿布とか、あとは飲み薬でやる方もいらっしゃいますし、あとはそうですね、女性とかだとアロマテラピーのやってくれるマッサージの施術のところであったりとか、いろいろと選択肢ありますね。だから確かに整体接骨院に行く確率は高いんですけれども、それだけではないということなので、お客様はいろいろな選択肢を選び取ることが今できる世の中になっているので、教室も同じで、例えばパンが習いたいとか言っても、どんなパンを習いたいのかによって、大手とか個人教室とか、どんな技術を習いたい方かによって、この教室を選ぶかこの教室を選ぶかとか、非常に選択肢が増えているということは、同業他社
だけじゃなくてですね、まあ、他に同じニーズを満たすもの、だからパンが作りたいっていうニーズだったら教室に行かなくたって、ホームベーカリーとかだってニーズになってきちゃうんですよね、パンが作りたいっていうことだけだったとしたら。だからサービスを提供する代替品がですね、いろいろ選択肢が今の世の中はあるということなんです、商品自体もですね。でさらに言うと、教室事業っていうのは悩みを、深い悩みを解決するっていうためのサービス業ではないので、どちらかというと楽しさとかアミューズメントの方に配置されるケースが多いんですよね。学ぶことによってそれで次の教室を開業したい、生徒さんを育てたいとかいう教室でない限りはです。そうすると楽しさっていうのはその教室に通わなくては楽しさが得れないのかっていうと、例えば自分がこう1ヶ月に一度癒されるような何か習い事に行こうかなっていうふうに思った時に、まあもちろんいわゆる自宅教室とか、まあいろんな教室大手も合わせて教室に行くっていうのも手だし、別に旅行に行くっていうのだって手だし、何か映画鑑賞に行くとかも手なんですよね。要は癒しの自分の休日の一日をどこに投下するかっていうことになるので、何も教室事業だけがお金の奪い合いというか、その人が行く場所を特定するものにはならないんですよね。だから要は魅力ある状態を作り続けなくてはいけないということは、顧客の変化も当然入ってきちゃうんですよね。魅力ある状態を作り上げていくっていうことは、古くいた方の一定数が消えていく可能性があって、その分新しい方が入ってくる。この血液循環を自分が意思を持ってコントロールをして変えていくっていうのが必要になったりする場合があります。なぜならば、全ての製品と商品は、まあ、サービスもそうなんですけど、プロダクトライフサイクルっていうのがあって、やっぱどうやっても出だしからこうギューンって上がっていって、成熟期が終わったら下がっていくっていうのは、これどんな商品サービスもみんなたどる道なので、そこに魅力を加えながらここを少し伸ばすのか、違う商品で魅力を追っかけて作っておくのかっていう作り方になるので、それが集客、アトラクトカスタマー、お客様を引き寄せ続けるっていうディズニーランドのイメージを、教室でもやっぱりやっていかなくてはいけないだろうなというふうに考えています。そしてもう一つはですね、その新規顧客と既存顧客とであれば、新規顧客は既存顧客のコストの5倍かかる、集客するには5倍のコストがかかるっていうふうに言われているので、新規も入れつつ既存顧客のフォローアップっていうのもやはり手厚くやっていく必要があったりします。なので、よくですね、まあ、最近私制約の話とかをしているので、現状制約しづらい人の特徴とかいうのも実は分かっていて、その人たちに共通している点はほぼ 100% に近い確率で、既存顧客のフォローメンテナンスもできてない方が多いです。新規の方の制約率が悪い方っていうのは、既存顧客のフォローアップが下手な方が多いっていうデータ、私の中のデータです。要はおそらくなんですけど、考え方がきっと一緒なんだと思いますね。ここまでしてくれるんだとか、この先生私のことこんなに考えてくれるんだという普段からの日常活動と行動は、おそらく既存の方のフォローアップから生まれている技術技だと思うので、それをそのまんま新規の方に展開すれば、やっぱり決まっていく確率が高いんですよね。なので最後の最後でお客様に断られるとか、一旦いいって言ったのに入金されないとかっていうタイプの方は、大概既存顧客のメンテナンス何をやってるかを聞いてると、ほとんど何もやってない方が多いなっていうのが最近分かってきた結果データなんで、新規を増やしたければ、まず既存顧客の自分のサービスレベルを上げるっていうのも、一つ考えなくてはいけない点だと思います。そしてなぜ既存顧客の方を大事にしなくてはいけないかっていうと、マーケティング要素的にですね、そのパレートの法則っていうのがあって、上位2割よく通ってくれる自分のファンであるお客様の売上高が全体の8割を占めるっていう、これはあるんですよ、ビジネスの中で。だから固定客が大きな売上高を占めるケースが多いので、
固定客を量産する、ここが事業規模を拡大していく上では必要になる、一つの事業モデルになりますので、新規は増やし続けないといけないんです。だけれども同時に固定客、太く強い固定客を増やしていくと、結局上位の売上と顧客の売上高が8割の売上を占めるっていう絵を作ることができるので、固い固定客をどれぐらいゆっくりでもいいから作っていくことができるかっていうのは、事業が安定していく一つの大きなポイントになります。ですので、基本その動線設計が無計画なものであったりとか、お客様のニーズマッチに沿ってないものとかだと新規も難しいですし、既存の方を維持するのも難しいんですが、ですね、聞いてて思うのが、あまりこうお客さんをすごくこう分析をしている人少ないなっていう感覚が多いんですね、私の中では。そういうのを、例えばこの層の方ってどんな感じ、どういうふうな思考があるの、どういう意図があって教室来ててとか、いろいろまあ質問していくと、あまりお客様の情報を知らないっていうのは、その一人一人っていう意味じゃなくて傾向ですね、そのまとまりと、その人たちはこういう傾向がある、傾向分析をやっていない、結局分析ができてないと次に打つ手段が見えない、それが SNS の発信だったりとか、ウェブサイト、ホームページでのキャッチコピーの、アトラクトカスタマーです、集客、引く言葉っていうのが見つからないので、普段からお客さんのことをどれぐらい見てるかっていうのは、やっぱり既存顧客のメンテナンスできてる方はそこ上手だなっていうふうに思ってます。だから私の質問に次々にパン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 答えられる人は普段からお客様を見ているので、とても簡単に答えてくれます。ところが普段からお客様を見てない方っていうのは、ご質問した時にどうなんでしょうとか、考えたことがないですとか、わからないですとかっていう答えがね、結構返ってくることがあるので、まず自分の思ってるお客様の、しかも太くて強い方、固定顧客として、有料顧客として大事にしたい方っていうのはどういう傾向があるのかっていうのは、やはり知っといていただく方がいいかなっていうふうに、ね、思います。そして、集客っていうのは、先ほど言っているように、アトラクトカスタマーということで、お客様を集めるっていうことになるんですけれども、マーケティングっていうことになると、その集客の部分っていうのが主にプロモーションっていう位置づけ、要は、プロモーションっていうのは、広告設計っていう言葉でも表されるんですけれども、実際にそれを動かしながら集めていくみたいなイメージだと分かりますでしょうかね。 4P って呼ばれる、マーケティングミックスっていう言葉があるんですけど、一つはプロダクトですね、製品とかサービスの設計、これはだから教室の場合にはどんなレッスンするのかとかいう、そのサービスの内容ですね。それとあとプライス、価格、このサービスは、どういう価格設計でやっていったらいいのかってプライスと、あとはプレイスですね、流通設計っていう言葉で表されるんですけれども、皆さんの場合にはどの場所でどういうふうに自分の教室を展開していくかっていうことと、あとはプロモーションですね、SNS でも構わないし、本当に広告打ってお客様の目に触れてっていう、外向きの営業活動みたいな感じですけどね。この4つを全部組んだ状態できちんと動かしていくっていう、戦略と呼ばれる部分が、マーケティングっていうところになるので、集客はその一旦のところになります。プロモーションのところが主に集客とかいう感じになっていくので、マーケティングの方が、事業全体をきちんと設計するっていう、そこがマーケティングになるわけですよね。そうするとどうしてもやっぱりリサーチとか分析とかっていうのが必要になってくるので、お客様のニーズとか、ペルソナ設定とかっていうのもよくやってもらうんですけれども、このマーケティングの力が弱い方は、集客の枝葉のとこいくら頑張っても成果が出ないケースが非常に多いので、今後の教室集客の先生とかでもトレンドはやっぱマーケティング力をちゃんと身につける、戦略的に
線としてつながるように考えていく能力を身につける方がまあいいかなというふうに思いますね。だから集客力っていう部分をこう上げていくということを考えた時に、まあマーケティングっていう一つのそのさっき言った 4P をきちんと理解して、市場の中において教室業界の中において自分がどういう立ち位置で選ばれる状態をどう作り込んでいくか、ここしっかり考えないでですね、私かわいいパンが作れます、おしゃれなお菓子が作れます、あとまあ具体的じゃないですけどね、おいしい料理が作れ、おいしい料理って何なんだっていう話もありますけれども、それじゃないんですよね。全体設計をするっていうのは自分の立ち位置を自分で把握してどういうふうに見せるかとかっていう、まあそのことも一つ考えないといけなくて、で同時にですね、まあブランディングですね、まあ自己ブランディングっていう、要はその業界の中で自分をどういう立ち位置で見せていくのかっていうブランディングが必要になっていて、それが2つ合わさって集客力という力をアップしていく形になるんですよね。なので自分ブランディングって私はよく言うんですが、いわゆる大企業のブランディング、シャネルが持ってるブランディングとか、あれはもう大企業が作り出すブランディング、認知力も高いですし、まあ、高級でどうのこうのとかっていろいろあるじゃないですか。そういうブランディングの作り方じゃなくて、いや私そんなにブランドって言われじゃないですっていうことじゃなくて、この領域のこの立ち位置で、まあ、私だったら高橋さんと言ったらみたいなのものを自分で立ち位置を作って見せていくっていう、これ自己ブランディングになるんですけどね。それをどういうふうに見せていこうかっていうことはやはり考えないといけない。そしてそれによって集客力と言われる、まあ、アトラクトカスタマーの力ですね、これを作っていくことができるようになりますので、固定顧客を増やしていく、潜在的にもきちんと増やしていくっていうのは、短絡的に今集客したからできるっていうもんではなくて、やはりメルマガとかですね、長期的に関係構築をしていくというような作業もどうしても必要になるので、それも集客の一端になっていきます。ですのでその集客力をアップするための大前提として、やはりマーケティングと呼ばれるその戦略の部分もしっかり組み込まないとですね、うまく回っていかないから、最近気づいている、ご相談を受けている傾向で、集客ということで皆さん頑張るんですけれども、その大前提にマーケティングがあるっていうことで、その仕上げ的な一個のプロモーションのところに集客が入ってくるっていうのを理解して集客をやらないとですね、まあ、成果と効果はやはり出てこないですよね。で一瞬勘違いしそうになる集客力っていう話がですね、これご本人の実力ではなく他人の力を借りた状態でバッと一瞬追い風が吹くような状態で自分がすごい人になっちゃったって思ってるようなタイプの人は長続きしないんですけど、例えば新規出店とかですね、開店したばっかりっていうと、例えばまあ教室で言うとすごく変わった、コンセプトでバッとこう市場に現れたっていうと、そこに人がババッと来るのでお試しな感じですよね。これ面白いから行ってみようみたいな。だからその時に必要になる力は、その方たちがちゃんとリピートしてくれるかどうかっていう設計まできちんとできてるかっていうことと、設計と同時に行動ですね、ちゃんとそれを提供していくっていうことをしないと、バッと来てそしていなくなるみたいな、まあ、よくあるまあ、お祝い需要というか新規出店需要になっちゃうんで、それをどう定着させるかっていうのが一つ課題になってきます。あとメディアで紹介された場合ですね、これ自分の力じゃないので、一瞬すごく人が来るんです。だからそれを上手に活かさないと、結局それが定着するお客さんに結びつかないので、自分はすごいメディアに紹介されたしすごいみたいに思って、もうこれでわんさか人が来るよと思ったら大間違いで、来たのはきっかけにはなってもいいんですけれども、
それをどう維持するかっていうのは大事な話ですね。まあ、余談になりますけれども、なんだっけ、ミシュランか。ミシュランとかで三つ星とかなんか取って、本が出た瞬間直後はもう電話も鳴りっぱなしで、新規がわーっと訪れて、まあ、初めての人とか、例えば昔から馴染みの人でこう通ってる、そんなに大きな店じゃないのがミシュランとか取り上げられた時とかは、それによってお店が潰れることがあるっていうのも聞いたことありますからね。その人たちを受け入れちゃって、もう昔から馴染みでファンだった人が入れない、ないしはもうこんなに騒々しい店やだとか言って、一番大事にするべき既存顧客がいなくなってしまうっていう恐ろしい現象を引き起こしてしまうので、ミシュラン掲載むしろ断るっていう老舗の店主がいるっていう話も聞いたことがあるので、メディアの力は爆発的ですけれども、定着させなければ意味がないので、上手に使えるか使えないかっていうのも非常に大事なポイントになってきます。あとですね、値引きで客数が増加する。これは多分よくやる話と思うんですね。だから値引くこと自体を別に全て反対しているわけではありません。一瞬価値は下がるし、価値っていうか金額が下がるから、ハードルが低くなる分、この正当な価値に対してこう来ようかどうか迷っている人にとってはいいきっかけにはなるので、問題は値下げをして呼んだ時にその人たちを定着するように、ないしは自分が本来販売したかった講座コースを売ることができるのかっていうのがポイントになってくるので、値引きしました、人いっぱい来ました、満席になりました、嬉しいで終わってしまっては値引きした意味がないということです。だから再来店してもらう、再度来ていただく、リピーターになっていただく、もしくは、その損した利益も、補填できるようなちゃんとした口座が後ろにあって、そちらをちゃんとその場で販売するという仕組みを作っていることができるかどうかっていうのが、まず大きなポイントになってきます。ですので、集客というのはプロモーションの一環で、それをこうどのような形で設計していくかっていう設計力、だからマーケティングの力なんですけど、これが、教室の先生には多分欠けてる方が多いなっていうのが最近特に気づいてることなので、マーケティング力があって、その一端として集客が入ってくるっていうふうに理解していただくっていうことは、最初に取り組むべきなのは、まあ製品サービスの部分、本当にこの製品は魅力的なんだろうかっていうサービス設計ですね。まあ私の場合で言うと、まあそれこそペルソナ設定というか、どういうお客さん想定してその商品作ろうかみたいな感じの、誰に何を提供する教室なのかって、これを掘り下げるっていうのが、まあプロダクトの部分になって、それに対してその価値はどれぐらいが適切かっていうことですね。プライス、その人たちが手に取りやすく、しかも自分にとって利益が出る価格を探らなくてはいけないっていうことですね。で、それをどういう形で提供していくのか、もちろん教室で提供はしていくんですよ。していくんですけれども、形態ですね。例えば、私の場合にはコンサルタントですけれども、もちろん自宅事務所みたいなところでセッションをやる場合もあれば、遠方に行った時のそこでやるケースもありますし、セミナー講師もやってますから、セミナーとか言うといろんな、ね、各地とかでやったりする場合もありますので、まあ、そういう全国に飛ぶことによって、まあ、全国の生徒さんを増やすことができるっていう設計があって、まあ、全国とかにも飛んでるわけなんですけど、普通で言えば動くっていうのは無駄が多いわけですよね。交通費と時間かかりますから。ただ、まあ、対面であるっていうことを私はちょっと重視している部分がありまして、それも含めてプレス流通設計をしているっていうことですね。そこまで決まった状態で、じゃあどういうプロモーション集客の手段と方法がいいかなっていうのを考えていってるっていうのが、まあ、マーケティングになっていきますので、ぜひですね、まあ、ちょっと今日はマーケティングの話を詳しくしたんですけれども、教室の先生にもその視点を持っていただきたくって、今日はそんなテーマでお話をしてみました。ぜひご参考になさってください。それでは。